ら何してんの？エキスポの間だけ臨時にバイトを募集してたから応募したんだよな。そうです、うちはヒーロー一家だからね。アイエキスポから招待状をいただいたんだ。オープンでこの忙しさってことは明日からどうなっちまうんだ一体。やめろ、考えたくない。ミネタ君、雷君。え、なにこれ。俺らに？だって、あれ他の人は？まだ来てない。団体行動なんだと思ってるんだ。おお、孫にも衣装ってやったな。黙れ。なんだよ、俺褒めたじゃんか。オールマイトが来てるんだ。オールマイトが？会場まで行けませんか？非常階段を使えば会場。ヴィランと戦うわけには。あ、なら脱出して外にいるヒーローに。じゃあ助けが来るまでおとなしく待つしか。雷、それでいいわけ？どういう意味だよ。助けに行こうとか思わないの？おいおい、オールマイトまでヴィランに捕まっ。気持ちはわかるけど、そんな都合のいいこと。それでも探したいんだ。このタワーの最上階にあるわ。監視を逃れるってどうやって？現時点で私たちに実害はないわ。ヴィランたちは警備システム。それならいけんじゃね。だよね。私も。よっしゃ、俺も。私はアカデミーの学生、役に立てると思う。行きましょう、みんなを助けに。マジか。ならこっちから行けばいい。80階反対側に同じ構造の非常階段があるわ。急ぐぞ。あのエレベーター使って最上階まで行けねえかな。あっち行け、行け。ここまでかよ。メリッサさん、あの天井と。確かに手動式のがあるけど中からしか開けることはできない。みんなを助けた功労者になったらインタビューとかされたりして女子に大人気間違いなしだぞ。お願い。ハーレム、ハーレム、お前ら気合入れていくぞ。雷くん、よっしゃ、俺もやってやるぜ。頼む、いいだ。クライム差別法で130万ボルト。どうにされた。なら200万ボルト。バカ、そんなことした。アホになっちゃうだろ。でもおかげで警備マシンを止めることが。ジロ君がいるな。下の階から警備マシンの駆動音多数。上から音はない。大丈夫。突破しよう、飯田君。待って、ここのサーバーに被害が出たら警備システムにも影響が出るかも。警備マシンは私たちが食い止めますわ。緑谷君、メリッサさんを連れて別のルートを探す。緑谷君たち、やってくれたか。金属の塊は俺たちが引き受けます。それこそがヒーロー。怪我はないか、二人とも。